はい、準備します。はい、はい、ご視聴いつもありがとうございます。ハイビ編集部の本田です。今日はオーディオ評論家鳥居和豊先生にお越しいただきました。どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。今日は視聴にお越しだったんですけども、何の取材かというと、こちら、3つ製品ありますけども、サイレントエンジェルというブランドをこの会から日本に入ってきた、ね、関節電機さんがリポートをしているブランドです。はい、こちらが今はこの3製品で出て、ミュージックサーバーの Z1 と、ネットワークトランスポート M1 と M1T っていうのがありますね。あと、スイッチングハブ N8、 これが8ポートタイプで、あと N16 っていう16ポートタイプもあります。はい、はい、この3つが出てきてます。はい、でなんか特徴を簡単にお話すると、なんか どういうものって言ったらいいでしょうね、これね。このミュージックサーバーは、はい、ハードディスクを内蔵して、プレイヤー機能を持っているっていう、はいはい、ただプレイヤー機能微妙に持ってますね、これね。うん、はい、はい、ですね。だから、だから実際に聞くときどう使うかっていうと、はい、デジタル出力っていうものは基本的にないので、はい、まあ、USB 出力をして、はい、USB 入力を持った DA コンバーターに接続して使うと。うん、はい、で、操作なんかはもう基本的にはミュージックサーバーなんで、タブレットとかスマホのアプリを使って、いわゆる DLNA コントローラーっていうアプリとかを、うん、こちら専用のアプリがちゃんと用意されてるんですけど、そういったコントローラーアプリとか設定アプリ使って、うん、まあスマホなりタブレットなりで操作をするというスタイルの製品ですね。はい、なんでミュージックサーバーとして使う場合はその DLNA でね、うん、使ったらいいですけども、まあ、これだけで例えばルーンコアにしてね、はい、コアにできたりするので、はい、そういった場合は、USB として出力とかでやるという感じですね。はい。それと、この M1 が、はい、トランスポートという、ネットワークトランスポート。はい。で、なんて言いますかね。これも、まあ、基本的には、再生機能を持っていて、はい、しかも M1 の、こちらの M1 の方には、DA コンバーターも内蔵してるんで、はい、出力される信号は、もう、オーディオ信号なんです。はい、オーディオ、ですから普通の一般的なラインアンプっていうか、まあ、プリメインアンプとかに、と接続して、もう使えるのはもう、まあ、いわゆるネットワークプレイヤーに一番近い形の、ね、はい、うん、製品で、もちろんこれもルーン、ルーンコアとして、レディに対応してる。対応してるし、はい、エアプレイだとか、スポティファイコネクトとかにも対応するっていう、はい、まあ、音楽配信サービスを聞きたいっていう人にも使えるモデルと。はいはい、あれか。あと、もちろんミュージックサーバーというか、NAS につないで DLNA 再生なんかも、一通り、レンダーとして、うん、はい、使えるっていうモデルですね。ね、はい、で、最後に、そちらの、ハブ。違う。はい。言うと、まあ、ハブです、ね。これで見れば、わかる通りのネットワークハブの8ポート。うん、8ポートタイプで、はい、まあ、基本的には、まあ、オーディオ用に一番大事な、まあ、ノイズ、ネットワーク経由、端子経由、電源経由で入ってくるノイズをきちんと処理して、まあ、ノイズで汚れない信号をオーディオ機器に送りましょうという、機械で。だから電源がしっかり作られていることと、そのハブ、ネットワークハブ機能のところでもちゃんとノイズ対策をやって、いますよという製品。はい。で、もうここからちょっとね、特徴というか、もうこれが一番わかりやすい特徴で、はいはいはい、まあ小さい。そうですよね、本当に。うん、はい。オーディオ、ね、いや、これぐらいのネットワークハブっていうのは汎用というか、パソコン周辺機器としては、うん、8ポートのネットワークハブっていうと、これぐらいのサイズのものっていうのは、はい、割とあるんですけど、
あの、オーディオ用っていうと、なんか、急にごつくなっちゃうというか、あの、まあ、ね、立派な筐体が、はい、もう、あの、音には結構影響あるんで、それが悪いとは言わないんですけど、まあ、ちょっとサイズ的にでっかくなっちゃったりとか、重くなったりとか、っていうことがあるんですけど、これ、あの、ちょっと、オーディオ用っていうと、ちょっと、ね、あの、意外に感じるぐらい小さいし。そうですね、意外ですね、確かに。うん、でも、あの、実際、ね、ネットワーク機器っていうのは、これぐらい小さい方が使いやすいのは確かなんで。そうですね。うん、あの、大きいという、場所、ハブでそんなに場所取りたくないよなっていう気もね、うん、ちょっとしてくれないしてますよね。それと、実売が5万円弱ぐらいでしたっけ、ね、はい、はい。あの、だから、あの、まあ、手軽に使えて、で、あの、詳しくは、あの、記事の方で書きますけど、それは、あの、本格的に、あの、音質にもこだわりましたっていう、ちょっと、あの、お高い、ネットワークハブっていうのはね、最近話題になって、うんうん、来てるんですが、まあ、それに比べちゃうと、なんか圧倒的に音質が良くなるとかっていうほど、すごいものではないんですけれども、確実に、あの、質が上がるというか、そうですね、はい、あと、まあ、SN だと思います。うん、あの、すごく音が音像っていうか音場の見晴らしが良くなるとか、うんうん、音数が、あの、聞こえなかった音が、結構増えてくるっていう、うんうん、あの、まあ、オーディオ用ナスとしての、あの、基本的な良さっていうのは持ってるんで、うん、それで実売5万円弱っていう、一般的なナスとあんまり変わんない値段で、うんうん、あの、ちゃんとオーディオ音質的な、あの、効果が得られるっていうことで、なんか結構あの、個人的には注目してます。うん。あと、まあ、映像にもね、うん、結構そうですね。そうですね。うん、確かに。聞くと思います。はい。で、その小さ、ね、大きさで言うとね、うん、基本的にこう全部ね、うん、どれも、小さいなっていうのがね、ありますね。これも、こう、あの、もうね、ダックとね。ハーフサイズとか、もうミニミニサイズなんで、はい。そうなんですよね。そう、だから、あの、これとさっきも言ってましたけど、まあこれミュージックサーバーで、うんうん、これもね、決して、だいたいそのワンラックシステムとかね、うん、横長ね、横長のやつとか多かったりとか、ハブもそうですけど、うん、これ N8 ですけど、N16 の方はね、そのワンラックちょっと、ねうん、タイプで、多分もう少しこう広いんじゃないかなと思うんですけどね。うんうん、まあそれでもね、だいぶミニサイズになっているので、ここに、あの、Apple TV 4K とかね、こう置いてあっても、うん、なんかすごくマッチしそうだねっていう話とかね、うん、してましたしね。はい。だから、ほんとコンパクトに。だから机の上でっていうより、うん、まあほんとこれぐらいのラックだと、こうやって横に並べて置けちゃうぐらいのサイズ感で、うんうん、確かに。あの、まあ、しかも人揃い、うんね。あとはもう、ね、ちょっと、あの、まあ、まあ、AV アンプちょっと背が高いんで、この辺に置くとか、ね、はい、ね、あれば、もう音出ちゃう、あの、音出ちゃうんで。テレビ置いて、あ、そうか、置いて、アンプ。全部、揃いみたいな。そう。で、出ちゃう。ね、ね、それは本当、まあ、ありがたいですよね。決してやっぱり、残念ながら、あの、これぐらいの広さのね、立派なシアタールームっていうのは、なかなか一般家庭でね、作れるものではないんで。まあ、だから、すごく小さくても、音は聞こえない、うん、音はそう、どういう感じで、うん、と言えるでしょうかね。あの、はい、まあ、値段で言うと、まあ、一番高いし、はい、これだけアルミ筐体使って、ちょっと、本当本格的なオーディオ、はい、ね、オーディオ機器らしく作ってある Z1 なんですけど、うん、あの、これはね、あの、ちょっと驚くほど、はい、いいです。うん、で、ただのミュージックサーバーじゃなくて、あの、ただ、あの、やっぱり、あの、いわゆるハードディスク、ドライブと、あの、まあ、単純なというかシンプルな再生機能を持ったミュージックサーバーっていうのは、あの、いろんなメーカーから出てますけど、やっぱり正確性とか情報量とか、うん、そういうことが、あの、まあ、やっぱり一番重要なんですけれども、はい、このモデルのいいところは、そういう部分はちゃんとしてるし、しかもなんか音楽的に、まあ、要するに実態が少ないっていう理由だと思うんですけど、うんうん、すごくタイム感っていうか、あの、まあ、要はリズムの切れ味がいいとか、あの、音が、あの、オーケストラで音が一斉に出るときのそのタイミングの揃い方みたいなところがすごく良くて、すごく音楽的に充実感のある音になるんですね。で、そこがすごくいいなと思います。ただし、あの、DA コンバーターはついてない。つまり、別途 DA コンバーターをつける必要があるので、はい、あの、その、組み合わせる DA コンバーター次第で、こちらの良さが、あの、結構影響を受けそうだな、と、うんうん、あの。いうのもあって、使いこなすのは結構、あの、うん、
経験がいるかもしれないっていう、ちょっと難しさはあります。ダック次第で結構音変わりそうだなっていう。うん、で、まあ、で、まあ、で、よく、お詳しい方だったら、好みのダックを組み合わせるとか、これと相性のいいダックを選んできて組み合わせるってやり方していくと、また、どんどん違った音というか、ポテンシャルを引き出すこともできるし、自分のシステムの中でどう活かすかっていうことで、ちょっと面白いチャレンジができると思うんで、なかなか、注目していいモデルだと思います。はい。で、こちらなんですけど、こちらは、いわゆる、もう、ネットワークプレイヤーって言えるレベルの充実した再生機能と、DA コンバータも内蔵してるんで、もうこれだけでもうプレイヤーっていう、になっちゃう。ほぼプレイヤーって言います、ね。うん、機能。で、最初にチロッと言いましたけど、M1T っていう DA コンバータのないトランスポートのモデルも、一応ラインナップにはあります。ただ、これの M1 がいいのは、DAC もちゃんと内蔵してるんで、これ単体のプレイヤーとしての音のまとまりがすごくいいんです。はい。だから、こちらですごく気になった、そのリズム感の良さっていうのかな、音が きちんと揃うとか、タイミングがすごく揃ったっていう良さはちゃんと同じメーカーでなんで、やっぱり、そういう良さ、音楽的になるな、ただ正確なだけではなくて、音楽的になるっていう良さは、こちらにもあるし、なおかつ、もうダック込みでちゃんと音を仕上げてるんで、すごくバランスがいいんです。絶対的な情報量とかポテンシャルはもちろんこっちの方が上なんですけど、組み合わせダック次第では結構難しいぞって思っちゃう手強さがあるのに対して、こっちはしっかりもうまとまってて、もうこれで割と OK が出せるっていうか、これでかなりの人が満足できるレベルのものになっていて、お値段もだいぶ手頃になってるんで。だから、要するに、ビギナーっていう言い方もちょっと失礼かもしれないんですけど、初めてで、そんなね、プレイヤーが、トランスポートがあって、DA コンバーターがあって、で、組み合わせの相性もあってなんて言うともう難しいんですけど、うん、まあ、要するにこれでネットワーク再生、自分の持ってる音源も、Amazon Music HD とか、Apple Music みたいな、ストリーミングの配信の音楽も、いろんな音楽サービスも、だいたいこれさえあれば、これと、まあ、今までのプレミアムアンプがあればできちゃうんだよって言われれば、導入しやすい。で、音質の点でもかなり満足度の高いというか、パフォーマンスの高いレベルなので、そういう意味では本当おすすめしやすいモデルですね。はい、そう、ストリーミングがね、Amazon Music HD にも対応してるんで、うん、あと、ルーンレディーか、はい、Spotify とかも、うん、結構便利に使えそうな感じですね。なるほど、わかりました、はい。結構ね、意外と、端子が普通のエダックとか、ミックサーバーともちょっと違うところがあるので、うん、使いこなし、さっきちょっとね、四苦八苦したんですけど、うん、はい、なんかすごく音は良くて、はい、そうですね、ちょっとね、はい、うん、いろいろ試してみたいモデルですね。特に、取材でも、一番の、特徴になると思うんですけど、この、要はネットワークから入れて、ネットワークハブを使って入れた時の、ね、はい、Amazon Music HD の、うん、音質の良さは結構、はい、驚きがありました。はい、すごく、うん、せっかくロスレスにもなったし、はい、配列曲も増えてきてる Amazon Music HD をもっといい音質で聞きたいっていう人にはかなりお勧めできるペアですね。はい、わかりました。はい。今日はサイレントエンジェルの3モデルを紹介しました。ありがとうございました。はい、ちょっとおまけで、今回も前回に引き続き最近聴いてるソフトをご紹介していただこうと思うんですけども、前回ね、最後の方撮ったのにちょっと撮れてなかったやつがあって、はい。ご紹介できなかったやつがあるんですけど、はい。どうでしょうか、それは。はい。はい。ゴジラ対コング。コング、はい。まあもう、ご存知の人はご存知の通り、ハリウッドで制作された、ゴジラ映画の、はい、三部作の完結編ということになりますね。はい、で、まあ、日本代表のゴジラとアメリカ代表のキングコングが、うん、まあ、ガチンコでやるという内容で。はい、で、この良さっていうのはもうこれキングオブ、あ、前作のキングオブモンスターズもそうだったんですけど、もう重点を入りまくりで、ものすごい、
まあ、要するにコングとかゴジラの足音、ギャーギャーさ、あの、泣く時の声とか、あの、火炎、バーッと吐く時の音とか、ものすごい音いっぱい入ってて、非常にホームシアターで聞くと、あの、満足度の高い音で、音になってます。で、と思ってたっていうか、結構、これ自体相当音、あの、ドルビーアトモスで音質はいいんですけれども、ちょっと、つい、あの、先日手に入れた、あの、アニメーションなんですけれども、シドニアの騎士、愛紡ぐ星っていう、あの、これもあの、もう結構長い間、シリーズ、テレビシリーズ、が2作あって、で、それに続く劇場版の完結編っていうことで、結構長編のアニメで、まあ、ファンならみんな、まあ、ご存知の通りなんですが、で、これあの、もう、あの、まあ、有名なあの、岩波義和音響監督が、の、率いる音響チームが作ってる作品の一つで、当然ながらドルビーアトモス。で、すっごいです。この、アトモスの音響が。で、あの、まあ、あの、ゴジラ対コングをあの比較にしちゃうとちょっとかわいそうなんですけど、まあ、これはとにかく手当たり次第というか、もう、パワー一辺倒というか、もう、重低音の迫力と、もう音楽もパワフルだしっていうところなんですけど、チューバーとしてね、その、パワフルな音だけじゃないんですね。それと、その小さな音っていうか、まあ要するに、あの、戦闘シーン以外のところの静かなシーンの空間の良さとか、あの、そういう、あと、つまり大きい音と小さい音のバランスとか、広い場所と狭い場所の空間の広さの違いとか、そういうところがすごくもう葛藤ごとに細かく変わるんですよ、本当に。すごいですね。うん、なんかだから、いっぱいいろんな方が音が聞こえてくるっていうだけの話じゃなくて、すごく空間を。そう。で、あの、コックピットの中の狭さもわかるし、で、宇宙空間は広いっていうより、本当に無音なんですよ。うんうん、とか、だから、あの、それこそ、あの、目つぶって音を聞いてるだけで今どこにいるかわかるぐらい空間感が、もう、カットごと場所ごとに違うっていうぐらい、あの、しっかり作られていて。で、もちろん肝心の爆音というか、あの、一応戦争やる映画の、あのロボットが出てきて戦争する映画なんで、はい、あの、爆音だとか、対決シーンのスピード感であるとか、っていうのも抜群で、なんか本当、岩波音響監督たちの作ってる、ドルビアトモス作品でもう結構、ね、8本ぐらいなってきてるんですけど、なんかもう現時点でのなんか集大成っていうか、まあ、いずれにしてもあの今年あの個人的に選ぶ今年一番音の良かったブルーレイです。おお、これが第一。まあ、もう、これで1位争ってる、ね、はい、感じで。あの、この間の、ね、先行のハサウェイも加えたらね。あ、もうあの3、この3本がベスト3。すごいね。うん、なるほど。そう。あの、気になる人は本当ぜひ、はい、あの、アトモスでは、配信されてないんで、はいはいはい、ぜひブルーレイ で、ね、はい、チェックしてください。はい。ありがとうございました。はい、どうも。よし。おぉ、すげえ。ベタ褒め、すごいですね。そんなやつなんですか。うん、これね、うん、いや、昨日、見てて、うん、玉出てる。